とりあえず、まあ、ガチャ回して、頭数増やしますか。増やせばいいんじゃないの？投げやりっすね。空気感が全然わかんねえからさ、まだ。これは知ってる？ 103。 103？ めっちゃあるやん。ね。どれ回そっかなぁ。これは回ってみたら楽しかった。プレミアム。死んだ。まぁ、あ、とりあえず、まぁ、あ、1回ずつ回したいから、10年。11年か。どうぞ。一応飛ばさないで見ようぜ、ここも。まあ、うん。お。金。でも金が最上位じゃないよね。あれ？てか全員キャラか。あの、マテリアルみたいなのに、残んなかった。マテリアはあれ、ノーマルガチャの方なんじゃない？なんか、ちょいちょい見知った顔がいるんだけど。いや、だまあ、それ、え？いる？あ、この、まあ、本座の担当。そうそうそう。まあ、そうそうそう。まあ、それはね、仕方ない。はじめまして、指揮者さん。私はオーリエ。オーボエのオーリエです。これは楽器かな？これ、そう、オーボエの、オーボエのって言ってるから。あ、そっか、言ったら確定か。指揮者さんは、違いますよね。変なところがあったら私。確かによく動くな。はじめまして、指揮者さん。私は米艦クラリネットのニカ。あ、さっきの。そうそうそう。あ、なんだかなんか言いましたね。双子の子でしょ、確か。クラリネット族は仲間が多いけど、ただ単にクラリネットと。米艦がデコなの？クラリネット。らしいですね。なんか、何があーたかベーだかわかんないけど。あーちゃんと二人なら、どんな曲でもスラスラスイスイだよ。ぜひセットで使ってね。はーい、コンダクター。あたし、フィーリア・ボロディン、よろしくね。人名臭い。これ多分人名じゃない。こういうなりだけど、ちゃんと受けても。楽器に言及しなかったね。うん、楽器に言及してない。してないってことは多分作詞家、作曲、演奏家なんじゃない？はじめまして。君が指揮者さんだね。あ、バトーキン。バトーキン。フーハの白い馬を思い出す。多分そこら辺から持ってきてんじゃないの。草原が好き。日本で馬琴島って大体、あれだよね。馬が好き。自然が好き。自然のままに。本当に古今東西、楽器なら何でもいいかな。とかまあ、作曲家、演奏家のためなら何でもありなんだろう。そのうち、滝連太郎とか出てくるかもしれない。なんか、ネーミングがどうなってるかが難しそうだな。お初にお目にかかるよ。私は三味線の優。まあ、元は遠い東の地域にいたんだけど。置き釣りしてたら、その何か、ね、こっちまで来るの？いろいろあって、どうにかこう流れつつ。じゃあ、この音楽院さんで。さっきのビワの子どうやって来たんよ。いや、まあ、あの子さらに難易度高いでしょう。いや、普通に来た可能性もありますからね。はじめまして。あなたが噂の指揮者さんですね。この子は演奏家？まあ、そうっぽいね。てか、ググれ、ググってくださいよ。めんどくせえんだよな。いちいち、ググるのが。君はあの、編集でうまいこと載っけてよ。まあまあまあ。なかなか覚えの子みたいよ。他の覚えよりも、柔らかく甘美な音が出せるので、愛の覚えだけで何人出てくるんだろうな、これ。いや、それはもう楽器の数だけ女の子いるわけでしょ。素敵な恋愛をするために、日々頑張っています。結構表情豊かだね。これからよろしくお願いします。ライブ 2D が動く、本当に。いや、別に、動かなかったらライブ 2D とは言わんでしょう。いや、でももうちょい、何、動きが少ないやつがあるじゃないですか。ああ。はじめまして。持ってないキャラが多いから、ほんと、長いな。ね。ルカと申します。チェンバロ。ルカンス一族によって作られた、フレミッシュチェンバロです。美しい絵画チェンバロ。なんか、ちっちゃいピアノみたいなんじゃなかったっけ？今度ぜひご一緒に。確かになんか、ピアノっぽいのも後ろにあるな。よろしくお願いいたします。おー、終わった終わった。いや、まだ、あ、こっちや。まだ、ここ行きますけどね。マジかよ。よし、よし、頑張れ。まあ。そろそろダブリも出てくるだろうから。今何種類ぐらいいるんだろうね。金。金より上にはいかないか。まあまあまあ。なんか。いや、ドラマわかる。まあいいや、ちょっと説明聞こうぜ。聞いてみよう。初めてお目にかかる。私は八重。
尺八の入門刀とかしてるやん。刀だな。お主が指揮者殿だな。多分それ音出ないと思うんですけども。よろしく。まあ中穴開いてないからな。はじめまして、アニードボルザーク。ドボルザークはさすがに知ってるよ。名前だけはね。うん、何作ったかは知らん。乗ったりするのが好きです。ドボルザークもな。ブラームスさんにはお世話になってます。まさかな。自分たちが目つけられると思わなかっただろうな、音楽家も。いやーていうかもう擬人化されてる人は全員そう思ってるから。はじめまして、指揮者様。ダウル？私は打楽器ダウルの任務で。東南アジア的な雰囲気を醸し出してる。どっちかというとアフリカの方じゃない。あ、でもなんかこの装飾はあれだね、インドっぽいね。まあ、この手の打楽器はなんかどこにでもありそうだからな。ダウル。出ねえよ。頼りなく見えるかもしれません。出ねえよ。これでも私は世界初の正式な軍楽隊メフテラーンの流れを組むもの。行進曲ならどうぞ。いや、わかんない。なんか割と西洋的な軍備が整ってそうで、西洋的なところをなんかトルコのイメージを勝手に持っただけ。ああ、いや、本当すごいすごいですよ。オスマン軍隊だね。そこのあなた。オスマン軍楽隊。そう、あなたよ。私への初対面の挨拶は。私はペッテ、トランペットのペッテよ。ね、ああ、確かに。脇の後ろ側に、もうだいぶさっき開いちゃってるのがあるけど。まあ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 。はじめまして。私がクリス・フェルディナントよ。あんたが新しいコンダクターね。フェルディナント、うん、なんか聞いたことある。いや、多分ドイツ人何人かいるからフェルディナントっていう名前なんて。そうだ、画家の方、画家とかでもいたはず。はいはーい。はじめまして。アレッサ・スカルダッティでーす。気軽にアレッサって呼んでね。まあ、人名か。人名でしょうね。天使よりも天使らしい妹がいるよ。これスカルダッティ。チャイコフスキーは、俺は聞いたことある、聞いたことある、聞いたことある。聞いたことあるけど、俺何やったか人かは知らない。ですね。あ、これでも、ここの学生ですから。意外と立場低いな、チャイコフスキーのくせに。教師に間違われるんですけどね。でも。まあ、さすがにもう来てないか。金結構あるんだよな。もう一回じゃあ、引く。じゃあお前亡くなるまで引き、なんで一回なんだよ。いやまあとりあえず無料分の消費から。ああ、はぐるわ。素材ってやるじゃん。ああ、バカすか引いてけ。お、でも一人来たね。はじめまして。あ、コントラファゴット。コントラファゴットの、アマティです。ここは聞いたことないけど、コントラが作ったらどうなるのかわかんねえ。気にしないでください。永遠と結構弾けるぞ、これ。はい、はい、全かぶり、全かぶり、全かぶり。あ、もう連打してけど。一人も出ないってことあるんだ、人が。わぁ。まあまあまあ、まあまあ、お金のガチャだしな。こんだけ何回も弾けるんだもんな。ね。これ、後で合成祭りじゃねえか。ああ、ビアの人か。そのうちなんか、アイテムがいっぱいですとか言われそう。やっとー。ほらあーほらでもまだ半分も使ってないからねっていう。ええー、恐ろしいやん。どんだけ、これ後で他で使うんじゃないの？うん。じゃあ弾きますよー。はーい。またすぐどうせ合成タイムに入るんだけど。お、一人来た。もうどうなった？はじめまして。スメタナは多分、あれだ。スメタナ。ご知り合い？知り合い。いや別に俺の知り合いにはおらんよ。あ、はいはい、モルダウの人、モルダウの人。わかるんだ。なんか聞いたことない？俺も聞いたことしかないからわからないけど。なんかヨーグルトでありそうな名前という、ことしか思い浮かばなかった。ないと思うぜ。モルダウの人だな。お、来た来た来た。人が、あ、ごめんなさい、まだ名乗っていませんでした。人間か。私はレオナ。戦士。レオナ・ミンクスです。やべえ子が来たな。戦士ソラル。
レオナはね、プリマバレリーナなの。新宿の回長めだな、この。作るのも踊るのも。いや、バレエの、多分、劇作家だったんだろうな、ミンクスさん。めっちゃ範囲広すぎません？これ、本当に全部使い切るんですか？いや、もう適当なところで切っちゃえばいいんじゃない？じゃあラスト、溜まりきるまでやりますか。お、なんか、ミキサーみたいな。コンクリでも混ぜられそうな。これベルトサンダーじゃなくて。あー。これ、図工室見たわ、こういう子。はじめまして、エオリだよ。ウィンドマシン。あながち、ベルトサンダーみたいな。割と特殊な楽器っていうか楽器？なんだっけ、ウィンドマシン？ウィンドマシン。知らない知らない。ちょっと。ウィンドマシン。あー。あの、オーケストラでこう、ヒューヒューと風の音を出す。そんなにヒューヒューするもんなの、オーケストラって。専門の。まあ、あれだな、劇とか、そういうところで使う。あれ、布回して音立てるんだって。知らなかった。最初にちょっと冒頭に始めてみて、私たちの音楽を守ってください。まあ、多分、これは次の試合が、多分、あれでしょ、一章最後でしょ、最後だと思うんで、まあ、ここやって決めてるかな。うん。というわけで、どう？ちょ、毒の女王、確か5話でちょこっと出てたんだよね。なんか、有名ギルド側のなんか、ストーが出てきて、そうそうそう、まあ、顔合わせはちょっとしてやる。そう。撮ってないんだよね。まあ、悪魔が呼んだこと。後悔させてあげるわ。ガス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 。この人です。音楽院のクズども。もうちょい丁寧にキャラ付けしてやれよ。すでに私専用のオートマタがいつでも動ける状態です。あなた、さあ、これが私専用のオートマタ、ポイズンミスト出動です。あ、毒っぽいわ。なんか、で、何か出そうな、なんか、札ついてるけど。あのオートマタから、クモンの声が、まさか。誰か入ってるかと。そのまさかで、このオートマタには、ニュムパエンジンという、と、動力源は、ニュムパそのものの魔力。なんか、ちょっとエグいな。なんか、むやみやたらにエグくしてない。大丈夫？まあ話がどこに行き着くのかはよくわかんないから、まあそこの頃の次第とかではあるけど。貴様らこそ、本物の悪魔ね。まあ割とストーリー力入れてる感じなのかもね。確か名前は、オーリーとか言いましたっけ？何度もこ、誰か、私を止めて。クルボイスすごいな。ね。そうはいきません。お前は私のオートマタのエンジン。では、行きますよ。頑張りますね。ここまでこうなんか悲しいっていうか思いした悲しいする必要あった？わかんない。まあどういうことも持ってきたいのかわかんない。すげえなんか心が痛くなるんだけど。参りましょう。みんな心強いからどうせそうしない方がとりあえずいいんだけど。こらえてるみたいになったら。バレー来ましたよ。おお、それじゃあまとめずに発動といきますか。急げ。新世界の六時中部から走りな、華やかに行きましょう。王女ね。あ、ないねと思ったら一気に蹴ってた。しょぼい。しょぼい。まあ、まだ第一印象ですからね。まあね。まあでも。どう？結局、打ち交代もしなかったしな。私のポイズンミストが破れるなんて。やりましたよ、指揮者様。エンジンにされていたニュム、とても疲労していますが、彼女は無事です。やっとー、やっほー、うん、指揮者、グッジョブ。さすがね。このままでは、今は、なんとか、あった。もちろんあなたは逃がしませんよ。忘れてるかった。指揮者様にお仕置きしていただきます。俺任せ。
いや、まあまあまあ、一応指揮官ですからね。フレデリカ戦闘団は無事に倒すことができました。しかし、次の地方の解放に向かいましょう。まあ、というわけで、こんな感じで、ね、各地を解放していくっていう。なるほどね。そうですね。で、さっき、その、助けたオーリエちゃんってのは、どこにいるの？え、なんか、報酬なのかな？プレゼントには受け取り期限があるので、気をつけてくださいね。すでに、いるけど。いたね、そういえば。お、ガチャ散々引きまくったからね。いるじゃねえかよ。なんかしっくりこねえな。まあまあ、よくあること。締まりが悪い。まあ、とりあえずお疲れ様でした。というわけで、ガールズシンフォニー、ちょっとやってみた感じ。まあ、結構力入ってて、ね。すごいね。動きがね、ちゃんとあるの羨ましいよね。そうそう、動くし、なんかフルボイスだし、そう。ストーリーも割作られて、きちんと作られてるし。なんか、重くなるわ、気が。まあ、それは今後の展開で、まあ、どう活かされていくかというか、ね、まあ、展開されていくか次第かなって印象ですけど。まあ、というわけで、初回こんな感じでした。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。